いや、しないよ、仕事なんか。なんでしないの？だって負け組じゃん、仕事したら。負け組じゃないって。負け組でも働いてる人なんか。ひよってるね。これ本当に偽物だったらこんな風にならないんだよね。おい、マジびっくりしてるよ。ついにさ、特定されてビビってるでしょ。電話が出てきた。はい。あ、お前か。もしもし。どうしたの？お金を振り込んでください。いや、下手くそか。俺詐欺。下手くそか。お金を振り込んでください。本当にお金に困ってて。なんで困ってんの、お金は。うん、仕事をしてないから。はい。ペイペイ送ったじゃん。なんか来てるね。うん、ペイペイ。それを振り込んでくれないかなって思ったんだけど。いやいや、仕事すればいいや、バイトなり。いや、しないよ、仕事なんか。なんでしないの？だって負け組じゃん、仕事したら。いや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 、バイトするやろ、みんなお金なくて、学生時代だったら。しないよ。それ俺だってしてたし。一緒になりたくないんだって、負け組と。あ、そうなんだ。でさ、またお金を貸してほしいんだけど。貸さんよ。なんで？なんか最近いろんな配信者に突っしまくってるらしいけど、うん、その時間あるんだったらバイトしてた方がいいと思うよ。いや、だから負け組になりたくないって。だから負け組じゃないって。負け組でも働いてる人なんか。でも就職活動をしようと思ってるんだけど、はい、あの動画が増えちゃって、はい、それどころじゃなくなってるんだよね。何、動画が増えてるっていうの？いや、なんか晒してる動画とか。ああ、配信者に一つ上がってそれが切り抜きで上がってるってことか。そう。そりゃそうやろ。困ってさ、あの、それの削除依頼を協力してほしくて。いや、一人でやってよ、自分で。やだよ。いや、それができないんだって。面白いよね。動画を消してくださいっていうトツでさ、動画が増えるっていうの面白いよね。攻撃してもなんか分裂する敵みたいな感じやな。うん、でも本当にノックがね、一番好きなんだよね。面白いわ。え？あ！え、なんて言った？いや、何も言ってない。すぐお金くれそう、ノックって。いやいや、お金あげるよ、全然。好きな子だったら。え、でしょ？顔がダメだから、ああお金で釣るって感じ？そういうことだよ。やめなよ、それ。まあ、とりあえず動画が増えて、就職活動に影響出てんの？あの、就職できなそうだよ、もう。え、バレたの、それ。バレてないけど。てか、ぶっちゃけさ、アイコンさ、偽物だよね、正直。うん、いや、本物、本物。多分、夜食系の女性だと思うんだけど。え、だから、それだって、私が。だって、あなたが本人だったら、じゃあ夜系で稼げるんじゃないの？この M 字開脚とかなんだ よ、この M 字開脚とか。明らかにこれ夜系のやつの撮影じゃん。え、じゃあさ、証明しよっか？だって、本人なのであれば、稼いでるはずじゃん、じゃあ、これ夜系の仕事で。だって、出勤してないもん。じゃあ、出勤しろよ。やだ。結構時給高いやろ、夜系なら。え、待って、本人じゃないって言ってるやつムカつくんだけど。いや、俺も本人じゃないと思ってる、ここ。どうしたらいい？だって顔違うやん、どう考えても。だから多少は加工してるんだよ。だってさ、加工なしでさ、ネットに晒す人なんかいなくない？まあ、いないわな。それだよ。加工してんだよ。それだけど明らかに人違うと思うんだけど、これ。え、じゃあさ、今、あ、いいこと考えた。あれ送るよ。撮った背景、これ。カーテン一緒でしょ？これがアイコンのカーテンと一緒やろってことを言いたいんだよ、このね。あ、そうだ、今ビデオカメラで見してよ、このカーテン。ほんまや。みんなどうしよう、一緒や。みんなどういうこと、これは。一緒だったでしょ。いや、一緒やね。それで認めた？それどこで買ったの、それ。このカーテン、これは、うん、ニトリかな。そうだね、ニトリで出てきたわ、画像検索したら。ニトリ。ニトリで買っただけじゃねえの、これ。同じの。この撮影した女の子と一緒の。そこまでする？え、じゃあノックにだけお店教える？うん。え、これ誰にも言わないでよ。うん。え、じゃあノックにだけ送るよ。うん。やべえ、俺特定しちゃったわ。え、ちょっと待って待って待って。おいのリスナーが特定した。ついに。ガチ、本当にやめて。ガチすぎるからお前だけ教えてるわ。お前これやろ。こっから拾ってきたな、お前。何？今送ったわ。お前甘いな。え、違う違う。いやいや、これやろ。いや、ね、本当に送ろうかノック。じゃあ送ってみろよ。あー、てかこれとかもう顔一緒じゃねえこれ。いや、一緒じゃないからやめて、このブスと一緒にしないで。いや、お前自身やろこれ。いやね、本当に違う。ちょっと待って、本当にノック。え、じゃあ送るよ、こういうこと言うんだったら。じゃあ早く送ってよ。え、本当に言わない？なんか顔が一緒にしか見えなくなって、これとかもさ。まあいいや、早く送ってよ。え、じゃあ本当に言わない？言わないよ。
え、これさ、バラしたら本当にね、やばいから。まあ、早く教えてよ。ちょっと待って、もうね、ダメだ。もう怖くなってきた。もうダメ。これね、本当に。結局言わないの。いや、違うんだって、もうね、ダメだ、これ。ひよってきてるよね、お前。マジ、これビンゴやろ。ひよってるね。これ本当に偽物だったらこんな風にならないんだよね。お前、マジびっくりしてるよ。ついにさ、特定されてビビってるでしょ。ほら。いや、これ多分普通になりすましだと思う、この子の。なりすましですって言っとこう。お前、やったな、ついに。ついにバレたな。で、店は教えないの、結局。まあ、言わないならいいよ。いや、寺尾くん信用できないもん。いいよ、いつ信用しなくてもじゃあ。ついに特定されました、店が。ちょっと本当になんか言わないで。え、もう言っていい、もう出していい、これ。え、待って、本当にやめて。言っちゃおっかな。本当にやめて。もう完全にこれだ、もう。だから本当にやめて。じゃあもう、荒らさないじゃん。荒らさない。本当？うん。気をつけろよ、じゃあ。本当に。はい。ごめんなさい。はい。なんか今日はなんか、よそよそしいね、なんか。なんか素直だね。もう俺完全、てかもう、ぶっちゃけ分かった、マジで。ついに、ついに見つけたわ。やるね、この、特定した人。みんな見つけたぞなんだよ。いや、あの、お店に迷惑かかるようなことはしないで。おー、あやめさん、これ送ってたよ。これやろ、お前。お前、完全一緒やな。お前、ついに見つけたぞ。これだろ。これだよな。チェックメイトだ。え、これ完全にあなたですよね、これでも。これは私だよ。ですよね。なりすましだと思ってんの？なりすましやよ。こっから拾っていきたいの、大量の画像。え、じゃあ、今から写メ日記に投稿していい？え、なんか更新できんの、今これ。ノックってあげていい？いいよいいよ、やって。見てるわ。え、そしたらなりすましって信じない？信じない。え、それを晒さないでよ、本当に。わかった。ああ、お前、ついにやったぞ、本当に。ついに見つけてきたぞ。あとはこれがなりすましか、本当にこの人なのかをちょっと今からちょっと、やるわ。投稿したよ。おお、まあ、じゃあ更新するね、ブラウザーを。確かに更新されました。0分前。おはようございます、ノック。すげえ。じゃあこれ、本人なのこれ。はい。こんなハレンチなことやってたの。え、しかも私めちゃくちゃ人気者だよ。うん、なんか人気出そうだね、しかもこれ本人なら。みんなこれどうすればいい？みんなこれ、ガチの本物だったんだけど、これ。ガチかよ。俺、なりすましされてるだけだと思ってたら。違う、本物だ。じゃあこれ稼げんじゃん、これね。いや、めちゃくちゃ稼げる。いや、そうだよね。ガチで特定したわ、みんな。どうする？ちょっとコレコレさんに送っとくわ、とりあえず、これ。あ、ほんとにやめて。マッチよ、ほんとに。コレコレさんに送っとくわ、この情報は、とりあえず。いや、別にコレコレさんが出すか出さないかは知らないよ。でも先に言っとくね、コレコレに。ああ、いいんじゃない？じゃあ先に出したら。うん、先に出したら。うん。今日、ノックさんの枠で特定されました。どうせすぐ晒されると思うので、送っておきます。お願いですから晒さないでくださいって言っといたら。もう性格クソだな。いや、そうだ。お前一番優しいとか言ってたけど、俺一番性格悪いから言っとくけど。うん。うん。残念だったね。もう終わってるんだ、君は。チェックメイトだ。うん。あ、しかも日記更新でなんか特定できちゃったって。ああ、終わったね。もう知らないよ、俺。じゃあ、遊びに来てください。そうだね、もう、ここまで来たら。いやー、でも普通に興奮してきたわ、これ。行こっかな、マジで。本当に来るの？行く行く行く。YouTube 撮影とか禁止だよ。当たり前、そんなことしたら俺が捕まるわ。うん。ついにバレたね。でも本人って分かったでしょ？うん、本人って分かった。みんな本人だった、これ。もうやめようかな。そろそろお前、潮時やって、お前。え、何が？そのお店を辞めるんだよ。あ、店を辞めるの？嵐は辞めないの？辞めるわけないじゃん。嵐を辞めろよ。やだ。やば。うん、じゃあね。いや、ついにバレました、皆さん。いや、でもこれ時間の問題やな。もうね、数人からね、ここですかみたいな感じでね、答え合わせ来てるからね。まあ、もう、てかもうバレたね。もう俺が言うまでもなく。ついに弱みを握った。こいつに恨みを持ってる配信者、ついに弱みを握ったぞ、みんな。もう完全な店を特定した。しかもアイコンガチだった。記事でかすぎだろうって。これは送りつけられてたんだ、いろんな配信者は。この父を。うん。あと M 字開脚を。何？いや、あんまり喋らないで、本当に。ああ、そうなの。
なんか口コミ良かったけどね、全然ね。当たり前じゃん。そんなテクニックも磨いたんや。可愛いんだもん。可愛いね。うん。じゃあ俺ガチで行くから早く出勤してよ。本当に来んの？本当に行くって。いいオプションつけとくから。何つけんの？いやもう全部オプションつけるわ、じゃあ。トッピング全乗せするから、じゃあ。じゃあ貸し切りで？え、何貸し切りとかできんの？じゃあ貸し切りでやるわ、じゃあ。いっぱい話そうよ、プライベートで。何時間貸し切り？何時間までできんの？最高10時間貸し切った人いるよ。マジで？じゃあ俺10時間貸し切るわ。18万ぐらい行くけど。いや、いいよいいよ、別に18万なら。8回戦はやるからね、その代わり。無理、来ないね。いや、いやいや、なんで？あ、なんていう名前で予約入れる？ノクオで入れるわ、ノクオで。じゃあ NG でとくね。なんで？なんで NG？ いや、もうく、なに？あのさ、本当にさ、細かい詳細を書くのやめてくれる？いや、知らない、俺書いてないよ、別に。コメントにいるんだって。知らんよ、お前がヒント出しすぎたからだろう。もういいや、お店辞める。まあ、辞めるしかないんじゃねえじゃん。うん。うん、自業自得だ。なんでそうなんの？いえ、そうやろ。しゃあない、もう。切り替えていけ。もういいや。じゃあね。やばい、今ね、相当震えてるわ。もう何も喋れなくなってる。これガチで、今焦ってるね。何？あのさ、一人じゃ寝れなくなった。一緒に寝たいって？うん、かわいい。ノックノック、あなたのハートノックノックノック、最高の時間を過ごそうぜ、覚えておけよ、俺の名はノック。